イサキオス一世イコムネノスは東ローマ帝国の皇帝。中世ギリシア語ではイサキオス一世イコムニノスとなる。アナトリアのパフラゴニアに多くの所領を持つ軍事貴族コムネノス家の出身。1057年、時の皇帝であったミカエル6世イストラティオティコスの軍事政治に対し反乱を起こし軍を率いて首都コンスタンティノポリスに進軍し、 ミカエル6世を退位させて、自らが皇帝となった。この頃、東ローマ帝国は、コンスタンティノス9世モノマコスによる失勢や、相次ぐ内紛などで、財政は極度に悪化し、軍事力も弱体化の一途をたどっていた。このためイザキオス1世は、財政再建と、軍備増強、皇帝権力の強化を目指し、バシレオス二世を反とした断固たる統治を、行うようになる。 まず、財政再建のために徴税を厳しく強化し、税を納めない者に対しては容赦ない処罰を加えた。さらにそれまでの歴代皇帝が、教会や貴族層に譲渡または贈与した土地をすべて無効として没収したのである。政治改革によって、皇帝権力は強化され、財政も再建された。しかしもともとアナトリアからの成り上がりのみであり、 英国首都の国民や貴族からは、そやな田舎者と見下されていたイサキオスは、貴族や教会から多くの反発を招いた。さらに、イサキオス一世は、教会の収入を減らされたことに反発した、総主教のミカエル一世ケルラリオスを逮捕した。ところが、これが、かえってさらに教会や国民、貴族などの反発を招き、イサキオス一世への改革は行き詰まった。 1059年、ハンガリー王国とペチェネグ族との戦いに勝利し、ハンガリーと平和条約を結ぶことに成功したが、その直後、狩りの最中に負った傷が元で病に倒れた。一時は命が危ぶまれるほど病状が悪化したため、元老院議長で宮廷の実力者であった知識人、ミカエル・プセルロスと弟のヨハネス・コムネノス。 さらに皇后のアイカテギネーたちから説得を受けて、退位し、元老院議員のコンスタンティノス・ドゥーカスへ上位した。退位後は妻や娘と共に、修道士となり、1061年に死去した。ヨハネスの息子で、老いのアレクシオス一世イコムネノスは、後に皇帝となって、コムネノス王朝を開いている。ありがとうございます。